はい、皆さんこんにちは、鉄棒でございます。いつもひま坊主チャンネルをご覧くださいましてありがとうございます。はい、今日ねちょっとまたね西九州新幹線関係の話なんですけれど、私の視聴者の方もこのねこの動画ねご覧になった方、コメントのところに見知った方が何名かいらっしゃんでご覧になっている方いると思うんですけれど、佐賀テレビにのニュースで西九州新幹線開業の光と影をお伝えするシリーズっていうのがあって、で何回かやってるんでしょうけど、この回は白石町にある、白石町なのかな、読むの白石町、白石町どっちだ、ごめんなさい、白石町かもしれない、隣が江北町だから白石町かな、隣なんですけど、生徒の通学に対して不安の声が上がってるというようなことがあって、でこれ何かっていうと、その肥前白石という駅のそばに佐賀農業高校っていう高校があって、そこに、ほとんどの人が電車で、生徒さんがいっぱい電車で来てる、で大体6割を超える生徒さん、全校生徒の6割を超える生徒さんで227人だそうですけど、この、列車に合わせて、時間割を設定しているということで、農業高校なんで学区もなくて、で非常に広範囲から通学してくれる関係上、乗り継ぎなどを考えると、これ以上、あんまり早い電車だと無理して来なきゃいけない生徒が出てくるっていうことで、今ちょうど8時20分っていうのは列車があるらしいんですけど、上りも下りも8時20分台だ、これだといいんだけど、これが今後変えられたりすると困るみたいな、話なんですよ。で、しかもですね、今後ですね、上下分離した後は肥前、これなんかインタビューで肥前浜って言わなかった、肥前浜って言ったかな、肥前浜駅かっていうのが多分正確な現地の見方、私肥前浜駅って呼んでましたけど、なんかこの YouTube の中見ると肥前浜駅って確か発音してたかな、はい、難しいですね日本語って、はい、その肥前浜駅で電化区間と非電化区間の系統分離が行われるんで、その非電化区間の、向こうから来る子は乗り換えが増える、でなおかつ、竹雄方面から来ると肥前山口、新しく江北駅っていう名前になりますけど、そこで乗り換えなきゃいけないというようなことがあって、で、今後ですね、時刻表が本数は減らないんですけど、時刻表がどうなるのか、乗り継ぎの時刻表がどうなるのかが不安だというようなことがあって、で、これまでもですね、電車が止まって、電車が止まるようなことが想定される場合はダイヤに合わせて授業を打ち切っていたと。で、昨年も3次元目までやって4次元目以降カットっていうのがあったっていうことで、できる限り授業をして生徒を返したいものの、新しいダイヤ案ではどの時間で生徒を返せればいいのかが見えてきませんということで、これちょっと、このインタビューと文章だけだとよくわからないんですが、去年も、午前中まで授業をして生徒を返したいところが乗り換えが間に合わないので3次元目までやって4次元目以降カットっていうことなんですけど、これ別に鉄道がのなんかその運行障害みたいなんじゃなくて、多分雨とか台風とかそういうんじゃないかと思うんですけれどね、そういうので例えば昼から風雨が強くなるので電車が止まるかもしれませんっていうようなことがあった時に早く返さなきゃいけない、ただそれが今後の乗り継ぎのパターンが変わるから、特に肥前浜駅から向こうに行く、たらとかあっちの方に行くという感じですよね、行くと乗り換えもあるから、その乗り換えの時間が見えないから何時までやったらいいか分かんないみたいなことを今、先生おっしゃってます。ただこれは、その時刻表が出てきたら分かるのかなというふうに今思いますけれどね。はい、で、県の教育委員会は、県立中学校や高校の学区を廃止すると発表しましたと。佐賀県内のどこに住んでいても希望する高校を受験できるようになりますが、通学の足があるかどうかも学校選びのポイントになると見られていますと。で、白石町の町長は、年末から皆さん志望校を探すでしょうし、通学できるのかどうかというのも見られるのではないか、私どもとしては非常に佐賀農業、白石高校の存続が危うくなるのではないかという気がする。で、佐賀農業高校の先生は、うちの生命線なので JR が、正直 JR がなければうちの存在はないだろうと思っている、広い範囲から来てくれているのでそれが維持できているのは JR のおかげというのもあるので、そういった生徒の方にぜひ目を向けて、なんとかダイヤの維持の方法を考えていただきたいというように言ってますと。で、ちょっとねここで
最近使い始めましたホワイトボードでもう一度位置関係を説明しておきたいと思います。はい、これちょっと大きくします。ご覧ください。はい、ということで、あの肥前山口駅、まあ、江北駅に名前変わりますけど、ここと、まあ、こう武雄温泉で、まあ佐賀県の県内でいうとこの多良駅まであたりがそうなんですが、この肥前白石駅っていうのはあの記事だけよく読んでるとよくわからないんですが、肥前山口と肥前鹿島の間にあって、ここは比較的、列車の本数が多いところです。で、まあ、これまで通りもちろんこっちに行くのであれば今まで直通で行けてたのがこの肥前浜駅で乗り換えなきゃいけなくなるんで利便性は下がりますが、武雄温泉方面から来るような生徒さんはいずれにせよこの肥前山口駅で乗り換えていたので乗り換えの回数っていうのは変わらないはずなんです。でなおかつここは運行本数もこの肥前鹿島駅までのところ、肥前浜駅までのところっていうのは運行本数もそこそこ残るはずなので、そんなに言うほど利便性は下がらないんじゃないかなと思います。ただまあ学校が懸念されるように実際どういう接続になるのかっていうのがわからないんで、まあ、そこを見ないと何とも言えませんが、列車の本数っていうのはそれなりにここは維持されます。逆に増えるはずなんです。ここは普通列車が6本、特急は減りますけど普通列車が6本増えるはずです。で生徒さんが、まあ、この区間特急乗ることってあんまりないと、まあでもそうですね、でも地方に行くと特急で帰ってる生徒さん見たことあるから必ずしもそうでもないか、カササギ乗ってくる子がいるのかもしれないですね、もしかすると、うん、ね、まあそんなこともあるんで、ただ普通列車の本数は減らないからそんなにすごく不便になるとは思わないんです。はい、で、うん、まあ、ただだからどうしてそこまで、まあ、心配、もちろんその乗り継ぎの心配があるので心配なのかなと思うんですけど、本数的にはそんなに、うん、心配する必要はないんじゃないかなと思います。で、まあ、これ元はといえばちょっともう一回地図見ますけど、これ平行在来線になっちゃったっていうのが、そのここがだって新幹線こっち通るのにここが平行在来線になって、それはここの人たちは嫌だって言いますよね。そりゃで言ってみれば北海道新幹線を建設するのに室蘭本線を平行在来線にするようなもんですよ、言ってみればこれってあれもだからこの理屈が通るんなら北海道新幹線の平行在来線は室蘭本線じゃないですかっていう意見も通ることになりますよね。ただここと違うのは室蘭本線はこの区間に大きな町がいっぱいあるってことかな、そこがちょっと違うんですけれど、うん、あとはあれですね、北陸新幹線を新大阪まで通すから、うん、言ってみればここを敦賀として考えて、ここをオバマとして考えて、この区間を新幹線、ここ新大阪って考えて、ここ湖西線って考えると近い考え方にもなりますよね。はい、うん、で、ここで、まあ、この、まあ、この部分ね、平行在来線になったんですけれど、うん、ここに関しては、まあ、私これまでも何度か、まあ、お話ししてるんですが、結構地元の反対が強くて、そりゃそうですよね、新幹線できたって何のメリットもないわけだから、うん、ここの沿線自治体の方っていうのは、うん、今でも不満に思ってらっしゃる方がいて当然だと思います。でただね、ここで話がよくごっちゃになるのは、今佐賀県が新幹線を反対してるから、この武雄温泉から長崎までを長崎のわがままで作ったからこんなことになったんだみたいな話があったりするんですけど、これは間違いだと思いますよ。というのは、うん、まあ、最も昔からそうですけどこの新幹線をやりたいのは長崎県です。昔からそう、これはもう佐世保の時の話からずっとそう、それは間違いないんですけれど、佐賀県もこの武雄温泉から長崎に関しては最終的にやっぱり同意をしてるんですよ。この在来線の自治体の方が反対してるからなかなかできなかったっていうのはあるんですけど、ただこれは、佐賀県は賛成してます。でこの時、まあ、なかなかね沿線自治体の同意が得られなかったから、肥前山口から諫早までを上下分離にするっていうようなこういう方法が編み出されたわけで、まあ、これはそれまで、うん、そういうことはなかった。でこれは平成16年の佐賀県の知事の会見記録にも残ってて、まあ、その時にここで前に進めないと、ちょうどね新幹線の財源が出てきた頃 でその財源を北陸新幹線と北海道新幹線と、それからこの長崎新幹線、まあ、当時そう言われた西九州新幹線ですね、今のこれに当てるっていう話になったんですが、まあ、ここでこの同意を得られなかったら
北海道と 北陸に全部予算がいっちゃって、でこの西九州新幹線はいつできるのかもう分かんないような状態になるから、なんとかして長崎は作りたかったし、で佐賀県にもそういう要請が来てたから、まあ、いろいろまあ状況を勘案して最終的に佐賀県の当時の知事は、うん、同意をしたんですよ。でその時に長崎県はもうちょっとお金を余分に出してもいいとか、で JR 九州は当時はこれもこの区間はこの肥前山口からね、肥前山口からこの諫早までの区間っていうのを第三セクターにするって言ったんですけど、第三セクターじゃなくても上限分離でもいいっすよみたいなことまで譲歩したっていうこともあったんで、それでじゃあっていうことにね、まあ、同意をしたわけです。で、あのこの肥前浜駅まで電化になってて、そこから先が非電化になっている、このさっきちょっとまとめ出しますね、このここまでが電化、ここから先は非電化になっているのは、まあ、これはあの肥前鹿島駅まで特急を残すっていうことがまず一つの理由で、そこから先はじゃあなんで電化のままにしないんだって言ったら、結局上下分離にした時に気動車で走らせた方が線路を維持する方も線路を列車を走らせる方もどっちもその方が安く済むからです。で、あの例えば肥薩オレンジ鉄道って電化残ってますけど、あそこでも走らせてる列車、旅客列車全部気動車です。で、電化設備は何のために残ってるか、貨物のためだけに残ってるんです。で、今のこの、長崎本線のこの間は貨物走ってないんで、電化にする必要が全くないんですよね。気動車で十分、非電化の方が安く済むということで、それで、まあ、気動車になった。まあもちろんその CO2 が出るとかなんとかっていう問題もあるにはあるんですが、まあ、最近の気動車は以前に比べてかなり CO2 排出量も少なくなってる、あの電気式気動車とか、あとはあのハイブリッドとかあるんで、うん、まあ、そういったことも考えて結局ここは非電化になってるというようなことなんです。で、まあ、あのこの教育機関ね、この高校とかがあの JR 九州にちゃんとね、列車を残してほしいって、まあ、要望をね、まあ、するのは、まあ、もちろんそれは気持ちはわかるんですが、まあ、いろいろな経緯を考えると、これはまず佐賀県に要望することなんじゃないかなと思います。っていうのは、ちょっと今日はここから鉄道と若干関係のない話をしますけれど、これはね、佐賀県がね今推進している学校選択制、さっきの記事の中にもありましたけど、もう佐賀県内に住んでれば佐賀県のどこの高校に行ってもいいっていう、学校選択制っていうものを、まあ、やるわけでございますよ。ね。でちょっとここであの学校選択制と、学校選択制と学区制化に関してちょっとここで一覧簡単なメリットデメリット、なんか全然関係ない、このチャンネルは一体何のチャンネルなんだみたいになってきましたけど、ちょっと話が横道に逸れるけど、こんな風に書いてみました。学区制、私が昔学校に行ってた頃はほとんど学生だったと思うんですけど、要するにあなたの住所だったらこの高校って決まってるんです。あの私学とか行く場合別ですけど、普通の公立校とか行く場合も学生って決まってるんですよね。で、まあこの学生のメリットっていうのはもう迷わずに済むとね、もうあんたはここだって決まってるんで、もう何ももう選択も何もない、迷わずに済む。それからまあそこの地域の人はその地域の学校に行くっていうことで、なんかその地域に愛着湧く、地元密着みたいなものが、まあ学生のメリットで、デメリット、まあ、あとごめんなさい、メリットはあの家から近いところに行くから、あの通学の心配しなくていい。ただなんだろう、学生がいびつになってて、自分のすぐ家のすぐそばに高校があるのに、あなたの学区はあっちの高校だからって言って遠くに行かなきゃいけないことはあったりするかもしれないけど、まあ、一般的に普通はあの歩いたり自転車で行ったりできるぐらい、まあ、地方に行くとそうでもないのかな、うん、ですね。で、まあ、デメリットとすれば選択権なし、選択権がありません、というのはうん、どんなにあのヤンキーだらけの荒れてる高校だろうが行かなきゃいけないというようなこともありますよね。そういう選択権がない。あとは同じ公立高校だけど隣の、ね、学区の高校の方が偏差値が高いとか、うん、あっちの方が優れてるとかっていうようなことがあって、あっちに行きたいっていうような人もいるかもしれないけど、まあ、それもできないというのが学生のデメリット。じゃあ逆に学校選択制のメリットというのは何かと、まずまあこの学校選択の自由です。どこの自分の行きたい学校に行ける、それから学校間での競争、つまり、いろんなところのから生徒に来てもらわなきゃいけないから、公立高校とはいえですね、やっぱり学校の特色を出して選ばれる学校にならなきゃいけないっていうことで、学校のその教育の現場のモチベーションが上がる、うん、ただやってりゃいいだけって、まあ、もちろんそんな気持ちでやっておられる先生は少ないと思うんですが、うん、やっておられるだけというような学校はそういうのがどんどん淘汰されていってしまう。
で逆に言うとデメリットは、特定校に集中してしまうという、うん、まあこれも人数の制限があるから結局はふるいにかけられるんでしょうけど、うん、行きたいと思ってもそこに集中してしまって行けなかったりするようなことがある。まあ場合によっては、人気のない学校は生徒数が少なくなって公立高校とはいえ、廃校にしなきゃいけないというようなことも出てくるかもしれません。それから、通学です。今回ちょっとお話ししたかったのはここ、通学時間距離が長くなってしまう可能性があるということです。それは少々遠くても自分の行きたい学校があればそこに行きたいと考えるはずでございます。ただしそれを実現するためには当然交通機関が整備されているっていうことが絶対条件なんです。いくらいい学校があっていくら素晴らしい教育システムがあって素晴らしい先生が揃っていてもバスも何も走ってない山の上にあったらそれは誰も行かないでしょうと。もちろんそんなところに学校は作らないと思いますし、そんなところだったらスクールバスが走ると思うんですが、まあ一般的に駅の近くだったらちゃんときちんと鉄道がある程度いい時間に走ってるとかね、バスがあるとか、うん、自転車でちゃんと帰るようになってるとか、まあなんかきちっとそういう交通、そこの学校に行くためのアクセスが用意されているっていうこと、この交通が担保されているっていうことで初めてこの、この今お話をした、学校選択制っていうものが成立するのではないかというふうに、考えておるわけでございます。なんだこのチャンネルは社会派チャンネルか、だんだん変わってきましたけど、はい、ちょっと今日話してこの話を見てて、学校選択制とその鉄道の関係、こういうものをやっぱりね考えていかなきゃいけないのかなと。で、まあ、もちろんその子どもたちの教育っていうのはとても大切だし、まあね、学ぶ自由、まあ、学校の選択の自由みたいなものも今あるんですが、まあ、そういうですね緩和していっていろんなものが自由に選べますよっていう状況を作ってもですね、選びたくても選べない状況になってしまって意味がないんで、ですからこういったところも、まあ、インフラですね、交通券とかなんとか、まあ、よく電車走ってても赤字ローカル線でもなんか朝と晩の学生しか乗ってないじゃないかっていうふうに言われがちで、まあまあ確かにそれはそうで、もっと昼間普通の人が乗れよっていう話もあるんですけれど、ただ今車乗ってて自由を謳歌してる人が別に無理やり電車に乗せるっていうのもそれもなんかおかしな話でございまして、じゃあその学校のねこういう、学校選択制みたいなものを導入して教育を広くみんなに自由に与えていこうということであれば、そこに当然このじゃあインフラはどうするっていうこと、うん、生徒のやっぱりその免許を持たない学生さんがどうやって移動するかっていうのは、まあ、ただそれは鉄道である必要があるのかどうかっていうのは議論の必要がありますけれど、まあ、そういったところを考えていかなきゃいけないんで、まあ、そういう意味からもですね、今回のこの佐賀農業高校さんのお話というのはこれはもう少し佐賀県がいろいろちょっと考えなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思っておる次第でございます。はい、ということで、今日は非常に社会的な色が強かったでございますが、いつからお前はそんな偉そうになったんだ、お前はワイドショーのコメンテーターかって言われそうな気もしますけれど、うん、ちょっと思ったことをお話しさせていただきました。ご視聴どうもありがとうございました。はい、皆さん、なんで今なんか言いました、全然違う、正月でもないのに今明けましておめでとうございますとか言いそうになりました、すいません、まだ正月でも何でもないですけど、はい、皆さんいかがお過ごしですか。坊主のどうでもいい話のコーナーでございます。はい、さてですね、今日はですねちょっとまだ昔話、後ろに写真があるんですけどこれ皆さん知ってますよね。500系のエヴァンゲリオンのタイプ500かなんかになった時のやつね、エヴァタイプ500かなんかって、これを乗った時の話、うんで、まあ、ガンダムの話をこれまで何度かしてますけど、まあ、エヴァンゲリオンもガンダムほどじゃないけれど、まあとりあえず、うん、全部見ました、うん、そんなに言うほど好きでも、まあ、嫌いじゃないですよ、好きですよ、でもガンダムほど好きかって言われると、まあ、そこまでじゃないのかなっていう気はしますけれど、はい、まあこれね、うん、乗って、でこれの先頭車両になんかこう抽選で当たった人しか入れなかったとこあるんですよね。で私それ抽選で当たったんですよ、で入ったんですよ、で、あごめんなさい、その前に、ここだな、これ展示体験ルーム1号車待機できる人、待機その当たった人だけが座れる席、うん、そんなのがあって、で、うん、まあこれはあれですよね、なんか窓のこのサンシェード日差し日よけやるとこんなんで、ネルフって書いてあって、で
これこの登場入室許可みたいなね、当たっちゃったんですよこれ。当たっちゃって、でただねこの時私めっちゃ気分悪くなってきてたんですけどね、これね、新倉敷から乗ったのかな、でそれもサンライズで岡山まで来て、でそっから新倉敷行って、で新倉敷からこれ乗ったんですよ、新大阪行きで、で乗ったんですけれど、なんかねサンライズに持ち込んだ前の日に買ったおにぎりを、まあその日の夜は食べないで朝食べたんですよ。で朝食べた時になんかちょっと味おかしいなと思いながらも食べちゃったんですけど、それめっちゃやっぱりなんかちょっとやっぱり腐ってたみたいで、食あたり起こしちゃって、この後でこの時はまだなんとか平気だったんだけども、新大阪着くぐらいになってくるともう本当高熱が出てて、もう大変でした。もうトイレに行ってしばらく出てこれないような状態になってて、もう本当大変だったんですけど、まあ、それでこの時はまだ大丈夫だけど、これ入って搭乗入室許可みたいなのがあって、で、まあ、これまたこうなんか入る時のコクピットルームっていうのがあって、なんかこうゲームみたいなのできるんですよ。で実際にこうゲームしてる時の感じなんですけど、結構ねこれしてる時ね恥ずかしかったかな結構当時まあブログを書いてたっていうのもあって、ブログのネタにもなるしっていうこともあって、正直なところエヴァンゲリオンは好きですけど、これに自らどうしてもやりたいっていうほどの、ものすごいモチベがあったわけじゃなくて、やっぱりネタとしても面白いし、ちょっとやってみたいかなっていう気持ちはあったんで行ってみたんですけど、でやってみたんですけどね、周りのねスタッフのねお姉さんがね結構盛り上げてくれるんですよ。でその中でやるから結構わーすごいですねとか言ってくれてやるんだけど、結構恥ずかしかったなっていうのがございました。まあでも当たったんだからラッキーだしね。もうこれも今ハローキティ新幹線になっちゃっててね、もうね乗れないわけだから、そういう意味ではこれね、乗れてよかったし、今でも思い出ですね。これはやっぱ500系ってかっこいいですよね。新幹線の中で私好きなのって500系と E6 系なんですけど、まあ E6 系はフル規格じゃないですけどね、この2つが好きなんですけれど、500系はいつまで経ってもこの色褪せないかっこよさがありますね。この先頭のこの尖り具合とか流線形ボディはかっこいい、まあ、丸いんですよね。今の新幹線ってやっぱりどうしても車内の空間を広く取るためにここがもうちょっとね N700 とかに N700S とかにしたってここがどうしても角張ってる、正面こそ丸いけど後ろの方に行くとここら辺結構角張ってるんですけど、これはもう全体的にこう丸いからやっぱかっこいいですよね。はい、ということで、昔エヴァ新幹線に乗ってちょっと恥ずかしかったなっていう頃のお話でございますございました。あとそうだ、今日佐賀県の中教育の話しましたけど、やめとこう。この話はカナダの教育の話はまた違う時にしよう。これはきっと新しいネタになるから。ということで、その話はまた違う時にします。皆さんごきげんよう。さようなら。